勝負している姿も見られましたが、そろそろ。勝負師の顔。そうですね、<laughs> この二人。グランプリ優勝準優勝とかもしてるプレイヤーなんで。はい、実力白昼。ね、お互いがお互いのこと認め合っているような、そんなイメージですよね。さあ、ダイスロール。木原さんが先手か。な、一緒。きかなり強い。<laughs> 木原さん先行ですねさあデッキはダークジェスカイとなっていますやはり大好きなジェイスと時を超えた探索は絶対使うと言っていましたその中にコラガンの命令ですとか総員の同志ですとか、ね、この多色化も容易なフィールドになっていますフロンティア一時期のスタンダードがそうであったようにす凄まじい安定感ですからね ま、フェッチも使えるっていうのが本当大きいっすよね。そうですねおおいいですね。さ、カウンターもしっかり握って、コラガンの命令も持っています。ま、それに対して。神松本歴史の脅威こそありませんが、まあ順調に動いていける。うん このマッチアップ霊基地の脅威を通すかどうかっていうところの他にもマナ加速っていうところがありますかねそうですね、まあ、最終的に中盤以降は結構エムラクールを普通にキャストする展開が多いと思うので、うん、木原さんがクロックを用意できずにゲームがただただ長引くと A さんの脅威に対応しきれないっていうのはあり得るかなと思いますうん、うん、なるほどさあスタートしました<お>そういうの同士引きましたねそうですねそう先行ということもあって 3ターン目にポンと総員の同士置ける展開にもしやすいかどうかっていうところもあるんですが道路のメス使いからの加速での霊気地の脅威っていうのもまだありますそして相手の出来はまだ分かっていないというところもありますよねそうですねこのランドを見たぐらいじゃ何も分からないですよ、ね、<laughs> まだまだ <laughs>、ね、フェッチから赤緑ランドっていうねこのスタートなんでね 木原選手、という致命的な一押しがあると思うんですけどちょっと多分、はい、土地上的に赤黒の土地を持っていきたいように見えるのでこのターンどうするか。さあ、道路の召使いが出てきました、数あるマナクリーチャーの中から道路の召使いが選択されているというところも一つのヒントになるかもしれません。 さあただここで沼を導くと短周囲に除去を打ってからそのまま相員の同士につなげられるので、うん、もうかなり安全にここで0地読みで行くのであればカウンターを構える必要がないという判断ができるということですね0吉だと考えるんだったら早いうちに脅威を展開した方がいいので、うん、その後にカウンターをずっと構えるっていう展開に持ち込みたいので、うんうん、さあ土地はしっかり引けていますああ行きますね 同志浮きましたただ手札に竹霊稲妻を持っていますので致命傷にはならないという状況ですかねまあこのカードも本当にヴィンテージで使われるぐらい半端じゃない打撃力を誇るので <laughs> もう見たら除去だと <laughs> はい私第9期はちょっとお休みさせていただいたんですが第8期のヴィンテージは総員の同士ミラーマッチというね恐ろしいし <laughs> 恐ろしいフィールドになっていました <laughs> モックスパールモックス からの1ターメソン・インの同士も見られるというねそういう強さを誇っていますし後から出したモックスも、ね、全部ね <laughs> 遠く踏んでいくっていうね恐ろしいカードになってましたさあここはタイムリーにチクレイナ稲妻での状況さあただ今のところ松本選手もしっかりソン・インの同士を殺せたのでいい流れですね、うん、あいつが生き残ってしまうと本当にゲームにならないのでそしてランドストップしてしまいましたねちょっと攻めれないという状況になりました ランドも青白ランド沼平地という形なので赤がまだ供給できないというところデッキの中に8枚ほど赤いカードが入っていますのでそれがちょっと手ぶらにダブつくとちょっと困ることになるのかなというところですねさあ着実にエネルギーカウンター貯めていきます松本さんは少し 土地が多いですかねうんふんふんただここからワンアクションワンアクション強めのものを出せていけばっていう感じですかね手裏にエムラクールがちらりと映った気がするのでう、うん、ふんふんこれね墓地のカウントも結構大事になってきますねそうやって考えると今ソーサリークリーチャーインスタント土地もうすでに4種類うんんこれで金細工も組み合わさると5種類 かなりね県内に入ってきますねおっと霊吉泥この霊吉に関しては否認を構えていますのですぐさま場に出るという展開にはならなそうですがそれでも複数アクションなどの種にはできそうですさあ飯使い これもエネルギーカウンターを支払うことで好きなマナーを供給しますちょっとこの後の展開も踏まえてこのカードはあんまり活かしておけない感じですかねどうでしょうか難しいところですねまた今コラガンの命令で回収とディスカード、うん さあこれはいい展開ですねギャラさん本当になるべく早くクロックを設置したいので、うん、しかもこれ5枚目の土地引けましたね避妊を構えながらフィニッシャーを展開できるうんベストな形になりそうですまあおおむねこのエネルギーカウンターのため方そして <laughs> この組細工ですとか 結構専用デッキっぽい感じがあるのそうですねあのもう霊基地までは分かってると思います、うん、さあしかしここで驚きのメイン否認 <laughs> このカードがなんと4枚積まれているというところが木原フリーダムいやここからの展開がもう圧倒的といいますか だ木原選手もちょっと有効兵がそろそろなくなってきたのでここからどう攻めていくか、うん、能動的にスペルを打つのであればちょっとタップアウトに近い形になってしまいますよねまた1回ぐらいちょっとタップアウトしなきゃいけなさそうな手札には見えますね 1>, 1回もうジェイする、えー、リ,リ,リリアナみたいな動き方をしないとなるほどなるほどさあここでおもむろに 同士殴りますがさすがにこれはブロックができませんなんかキチパッと打ってきたところも怖いっちゃ怖いですかねうんそうですね、うん、まあカウンターが内読みだったのかちょっと判別しづらいさあうんうん、うん これによって現在、エムラクロー5コストですかね下がっているのは。で、8? そうですね、当たりますかね。現在、松本選手確保しているのが7マナとなっています。木原ワークス という呼び名で有名な木原選手のデッキなんですが今回はワークスできなかったのでフリーダムですという <laughs> こちらもインタビュー記事に載っていますのでぜひ皆さんもご覧になってくださいサソインの同士場に残り続けていますがお互い動けない状況になってきましたエネルギーカウンターが明確に足りないという状況 使い道がねどうしても0士になってしまいますのでそれが着地しないとこういう形でサイコロをどんどん使っていく流れになりますさあこれアップキープですかねターン終了時ですかねああなるほどなるほど <laughs> さあインスタントに対応してここでも登場坂嶋 インド同士を倒すことに成功ディスカードはエムラクール手札の残り1枚ですかねあれが何かどうかがちょっとあれもエムラクールですあなるほどまあ、たちょっと遠のきましたねマナクリーチャー死んでしまったせいであと1マナ2マナですかねああそかマナクリーチャー込みで7マナだったんで、うん、もう2マナ必要になりましたねこれでさあそういう意味ではこのの 残したトークンがクロックを刻み始めましたおおチャンドラこれいろんな意味で嬉しいですね仮に墓地に落ちたとしても、うん、コストが上がるカウンターもあぶり出せるというあこれはハレリアで売っている大水霊なるほどなるほど <laughs> <laughs> ちっちゃくできるんですよねそう こういったサプライ品も徐々にステマのように <laughs> 画面に登場しますが <laughs> こ,のこのハレルヤ紙決定戦まトは売ってないんですもんね売ってないらしいんですよね,ね僕としてはちょっと商品化していただきたいんですが <laughs> さあ皆さんのコメント欄でもしかすると反響によっては商品化もあるかもしれませんぜひ欲しいという方はコメントいただければと思いますさあチャンドラが通ったことによって プラススデッキ圧縮して内容を濃くしていきますチャンドラからのチャンドラプレイしないので本体2点ちょっとお互い キャラ選手も徐々に動きづらい感じはしますねちょっとフルタップしづらいある程度マナが伸びてしまっていますしこちら石の激突も打ちにくい状況がずっと続いているような形ですかねこのたんチャンドラが落とせないとするとエムラクルが確定してしまうのでこのプラスでマナが出るっていうところもね <laughs> このチャンドラ 謎かゆいところに手が届くという状況になっています、うん、松本選手が言ってたようにニコルボーラスをすぐに出すっていうのにも使えるさあここでリディアナこれが今のところ場に極端に影響を与えるというものではないですが果敢には成功しますこれで1位になり倒しきれないのがちょっとあれですが これはプラスに上げていきますさあ松本選手土地が引けると <laughs> 嬉しいかなカウンターをケアしてエムラクールが出せるこのままだと多分フルタップになっちゃうので <laughs> さあマナーを増やしてまずはエムラクール さあこれでフルタップなので 1>, 1点1マナ払えとそしてですがこれはプレイした時の効果でターンを得ますただ2ターンを得るんですよねこのあとねそうですこのあとキ木原選手が追加で1ターンを得るのでさあまずはフェッチを切ってデッキを確認これも大きいなるほどなるほど <laughs> さあ今回は 2000メインボードをやりますのでカウンターの数を数えている否認4枚確認首をかしげる松本どうなっとるねんと若干若干笑ってますめっちゃ入ってるってマジニコル・ボーラスとレイキチ仮に4枚ずつ入れてたとしても 交換のルオのカウンターを見てしまったそして手裏がジェイスジェイスジェイス総員の同士ということでこれがちょっといけてないか、うん、リリアナのマイナス効果って自分のクリーチャー対象に取りましたっけ えっとボッタマイナスプラス1ですかね。プラス1はああそうです、ねはい。大丈夫です。バインドクリーチャーだったら何でも大丈夫体力マイナス1効果ですね。クリーチャー最大1体を対象とするとなってます。まあなのでこれで1体を殺して、うん、キアラ選手がスペルを引かなかった場合にチャンドラが生き残るように。だリリアナも奥義がとんでもないので、これはエムラクールが出ても大体勝っちゃうぐらい強いので、はいうん、昔。 よくあったんですけどエムラクール対リリアナっていう構図はただ奥義はリリアナの方が圧倒的に <laughs> なるほど,なるほどこれちょっと尋常じゃない量のゾンビ出ますからね奥義作った時絶対作った人酔っ払ってたよこんないるっていうねえ派手すぎますねただこれはもうプラスして返すしかありませんさあ呪文さえなければえー、ここでチャンドラが守れるのでまだ 引いたのは土地っぽいですねはいしかも手札的にはカウンター持っていないのが分かってしまいましたこのランドセットによってもそうですねこれは来るかさあもうエネルギーは13個あります14個 さあ何が起こるどのアクションが起こるんださあデッキのトップ見てああ何度リリアナにダメージ与えながらああつむじ風でしたねうんこいつもすごいですね <laughs> エネルギーが確かに <laughs> そうだここまでは全く触れてませんでしたがとんでもない量あるこれで盤面制圧即完了となるんでしょうか まあただここでジェイスも裏返るのではいこのジェイス裏返りが相当重たいということですねえーコラガンの命令とミディアナのプラス1能力を合わせてつむじ風自体を殺すことができるのでその代わりに今17個エネルギーありますからね5体までは飛行機械トークンを出せると。 出して何とかなるのかっていう話も確かにあるので総員の同士はやっぱりちょっとトークン同士のぶつかり合いでは負けることがないですからね <laughs> さあチェイス裏返りましたこっからっすねただまぁ木原選手これでだいぶ展開に余裕はできそうなのではい 当たるの時間で放置してもう素直にお攻めにいきますもうトークンとエネルギーを使ってくれとうん、うん、ああそっかそっかジェイスがあの変身した時に離れてるので大丈夫とうんうん、うん、そういうことですねジェイス一回追放領域いきますよね確か。 それで追放領域行ってて離れてれば問題ないと思いますが、うん、紛争が誘発してるかどうかこれ今ストップかかってるんですかね違うか対応待っているのか何個エネルギーそうですね <laughs> うんやっぱり冷気を引いた時にはい軌道に6必要ですので6を残すのであれば11から 3ずつ引いて3体という形になりますが全部いきますね5体の飛行機械ここで生み出していきます松本選手としてはこのたん木原選手がアタックを戸惑ってくれればチャンドラを守ってる方が多分 今後の展開的に明るいのでなんとかチャンドラでの毎ターン二枚ドローっぽいことしていきたいさあここはアタック、うん、厳しいですねキアラ選手がスペルもう一枚持ってるだけでかなりブロックが、うん うまいことはいかなくなるので現状1回だけ誘発してるんで相の同士が3三トークンが2二はいこれこのターンで全部失うことになりますのでここはチャンプになります <laughs> さあジェイスを代わりこれで現状 松本選しかしドローステップここでコラガンの命令刺さりますディスカードと2点によって実質タイムウォーク全てを失ってしまいましたね完璧な手順ここで刺さりましたまあなんとかねこれリディアナ 止めに行くんですが、もうこれ <laughs>。ちょっともう諦めのアタックでしたね。今ね。もう、そういうのとすごいですからね。こっからも早い。さあ。もうダメージの計算を始めてますね。はい。<laughs> これはかなりやばい状況に。コントロールすることに成功。 現状スペル、えー、ジェイスで1枚確定してるんでこれの命令を戻すだけで13点ぐらい確定ですかね、うん、123468911点か123911点、まあ、リリアナで飛行機械も落とせますし本当に一発がなければもうこのまま押し切れそうかなっていうプランが立ちましたかねそうですね松本選手はしかもエネルギーがないのでちょっともう礼地でもだめ、うん、なのでかなり追い詰められてます ニコル・ボーラスもこの横並びの展開にはちょっと対応ができないかなというようなところですかねデッキも確認してますんで木原選手のもうちょっと打つ手がうん厳しそうですね延命ができるとしたらエムラクールぐらいしか <laughs> エムラクールだと一応もしかするとチャンスがみたいなあ今手浦い稲妻の一撃 赤マナも2つありますからフェッチを切った赤マナが持ってこれればはい赤マナが多分ないんですねもうた場にあるやつだけリスト的にはそうですね引っ張れる赤マナがないですね <laughs> さあジェイス反転して中精度が更新されました こうやって見るとプレーンゾーカーやっぱり長期戦になるといいですね強いです <laughs> これによってほとんどのカードが崩されていきますこのターンはこのま,まのターンを返すという選択さあトップデックはエムラっぽいいや大殺界ですかねああ<ー> <laughs> 感じが合ってるか分かりませんが、まあ、大災厄ですね <laughs> ドゥームフォール OK で,でございますこれもね選択式のカードなんですが状況があまり良くないしかも再び飛んできたコラガンの命令恐ろしいですねやっぱこのコラガンの命令も これだけ下デッキになってしまうと確かにいやー、まあ、もちろん今このカードも幅広いフォーマットで使われているそして使われてきたカードになりますが、ね、レガシーでもバリバリ使われている錯覚コラガンの命令は非常に汎用性が高いカードとして、うん、下の環境でもかなり使われてますね。 ここで投了このカードは見せないという判断になりましたまず1戦目木原フリーダムダークジェスカイを使った木原選手一本選手となりますちょっとね先ほどデッキを江村クールで確認した時もそうなんですけども <laughs> 入ってるなと <laughs> カウンターすごく入ってるなと笑っちゃってますよね <laughs> また長期戦もねしっかり見据えた形のデッキリストにもなっているのでアズカンタの探索なんていうのも渋いですけど結構ね後半戦は生きてくるのかなというふうにも思いますがどうでしょうかこのカードチョイスアズカンタももう本当に下の関係でバンバン使われているほどに強いカードですもう長期戦になってこのカードが一方的に起動されるようだとついていけなくなっちゃいますね、うん さあ7枚の手札こちらはキープとなりましたならずもの生成屋が2枚見えましたねまたならずもの精製屋も頼もしいですねこういうマッチではカードが減らないカードになります木原選手もあそこに打ち消し呪文を当ててる余裕はないのでさあワンマリガンして渋の浅瀬平地という土地そして高校ということも加味してこれで行くかどうかですね 動詞動詞ですかね左が動詞動詞動詞に見えますねダブルマリガン <laughs> さあコメント欄でもありますが A さんって言われているのがこの松本さんですねはい、はい、よく聞くけどっていうお話 A さんの方がよく聞くっていう <laughs> <laughs> 不思議な状況になっておりますが <laughs>、はい、昔同姓同名の人がいて A さん B さん決定戦っていうのを <laughs> やったらしいです, <laughs> そうですね そして関東には C さんまでいるという、ね、お話も聞いたことがございますが <laughs> さあ始まりましたさあキラ選手もちょっと5枚なんですが手札はかなり良さそうに見えますね打ち消し呪文2枚にジェイスはいこれによってなんとか手札の損失というところも補っていきたいところです 時を超えた探索でカードを増やすっていうところはもちろんエンジンとして入ってますけど逆に言うとそれ以外はやはり一枚一枚の交換になっていきますよねそうですね、基本的にはそういうところにならずものの生成が刺さりそうな雰囲気を出していますさあ、松本選手は、えー、きっちりと3枚目の土地が引けたので、うん、次のターン、ならずものいせを連打できることが確定しました。 私最近カードリスト見てびっくりしたんですけど、はい、フェッチから持ってこれる2色たちめちゃくちゃ増えたんですねそうです、ね、<laughs> 新しいサイクリングランドなんかもはいかなりそういう意味ではマナの関連はフリーになってきたのかなというふうに思いますがこのフロンティア環境でもこのフェッチランドが使えることによってさまざまなアプローチが可能になっています 村さんもしフロンティアなんかプレイするとしたらなんか使ってみたいデッキとかってあるんですか僕前回松本さんが使ってたもう全部乗せデッキみたいなあれすごいすごすごい好きだったんですけどへえあれもねなんかいろんなアプローチで勝てる感じになっていてめちゃくちゃ面白かったですね <laughs> 本当に何でも入ってましたからね一枚だけエムラクールあってそれで勝ってましたからね <laughs> しっかりスッと出して。 鳴生成征1枚目は激突しましたが土地が止まったということでここはジェイス次につなげたいというような形になりました。うん、さあ松本選手は竹霊稲妻を打つか生成征の2引き目を出すかという選択肢があるんですが、うん、木原さんとしては、えー、2枚目の多分ジェイスがあったと思うんで受、えー、教に当ててくれた方が嬉しいターンかなと思います。うん さ気との調和こちらもねスタンダードでは禁止カードに設定されているということで,で、ね、かなりね効果としてはもうまた昔話になっちゃいますけど信じられない効果ですねまあでもこのエネルギーっていう重みがちょっとやっぱ新ギミックだけあって測りづらかったんでしょうね、うん、さあうここは竹霊稲妻での除去。 ですが土地は伸びないですがジェイス連打という形そうこれに対応できるかどうかならず者でまずワンドロー見るかうん見ますねさあ松本選手組細工おじさんですねこれは組細工おじさん組ついに始まってしまった組細工,組細工 <laughs> これ サイドボード後おそらくいなくなりそうな <laughs> そうですが <laughs> 真っ先に抜けていきそうなはい現状複数枚引いてしまっています <laughs> さあが母おじさんから組細工おじさんにクラスダウン <laughs> <laughs> ダウンと言っていいでしょう現状このねメインボードで やはりエネルギーを貯めるカードっていうののデッキコンセプトとしての優先度は高かったという判断だと思うんですがマッチあいマッチメイクした相手との兼ね合いっていうところが難しいところです。とはいえこのならず者実は止まらなかったりするまあただそうは言ってもやっぱり優勝なんでこの間に木原さんがしっかりリカバリーしてしまう可能性は大きいので、うん、松本選手としては次なるプレッシャーを与えていきたいんですが。 次のアクションがね手札から能動的に動けるのがニコル・ポーラスしかないという状況ですのでそれもまだまだ先というところはもうトップにかけるしかないという話になってきていますさあコラガンコマンドは持っていますのでまあ除去はできるんですけどいつするか、うんえー、このたメインでフェッチを切ったりするとジェイズも変身したりいろいろ選択肢がたくさんあるところですが。うん まあ先ほどのアクションを見る限り松本選手さっきのターンの時点では基地みたいな決定的なパーマネントを持ってなかったので、はい、今の奈良相馬の生成のドローと次のドローでそれが来た場合に否認を構えておいた方がいいのかどうかうこのターンはパッと見、まあ、ちょっとフェッチがあれなんですけど多分アンタップインじゃなくてタップインを持っていきたいとかそういうあ<ー>絡みもあると思うんですけどまたはさマまのちょっと使いづらい。うん さあここはそのままターンエンドドローが霊気との調和なのでまだカードが増えませんとりあえず殴って揺さぶりをかけますでは木原さんとしてもこのダメージクロックに関してはそこまでシビアにならなくてもいい感じですかね、うん 的にも手札に、えー、致命的な一押しがあると思うんで、うん、縁の前にフェッチを切って紛争を誘発させて端子色に除去して、えー、なおかつ土地は理想的なものをサーチして、うん、だいぶ盛り返してきたかなとちょっと <laughs> 本格的に組細工しか手札いないのがやばしまたやっぱりさっきあれほどコラボマンコマンドにいいように手札を削られてしまったので1枚も出そうかどうかいいですね そのままエンドですねさあまずはワンドローからのスタートとなりますさあここは変身を早くするんじゃなくてそれよりも一回でも多くルーターをさせたいとうんうんうんちょっと今の段階だと決定打に欠けてますもんねそうですねそれを早期に引きたいかどうかというところなんですがお一押しに手が伸びた ももうううダメージクロックはどうでもいいだろうとコラーガンのコマンドで、えー、アドバンテージを取りながら <laughs> もうそもそもジェイス変身でパワーを下げるだけでもだいぶ脅威としては落ちるのでそれがもう見えているということなんですよね さあ松本選手、使いたいデッキを使う、それがこのフロンティアでの、まずは自分のポリシーだというお話もありました。ですが、このコラガンの命令、これ自体が本当にデッキに刺さります。ディスカードと2点。さあ、木原、もうすでにパターンに入ってきた。 もうゲーム自体は掌握しかけてるのであとはクロックなりなんなりゲームを締める手段があれば、うん、ちょっと土地が伸びなかったのでこのターンにコラガンっていう流れにはな,さならないんですが、まあ、ですが<ー>あずかんた来ました カードはすでに七枚あります。さあ。栄さんは土地を引けたので。もう出すしかないですかね。チャレンジ。さあ、一回目のニコルボーラスチャレンジ。やってまいりました。まあ、多分、先ほどのゲームで見たカウンターが石の激突四だったんで、ちょっと石の激突はなって。 うんっていうのもあるかもしれないですけどまあもうターンがかえっちゃうとずっと通らないのではい行きますねさあ、ね、ニコー,ール・ボー,ーラスこのカードを使いたいという話ありましたがこれには無常なる否認さあこれでターンが返ってくるともはや上上シュッと。 最低でカウンター最高でディグみたいな感じ <laughs> <laughs> この状況はさあ始まってしまうのか最低でも最高でも松本にとっては致命傷最高の方が来てしまいました すごいですねディグを打ってここは黒マナを確保アンタップインできる青マナがこの赤黒フェッチからはもうないということですねですが <laughs> もうこれを打つんだったら関係ないというねコラガンコマンド さあトップも土地になりましたたささああ苦名高き時を超えた探索フラッシュバックする予定のカードだけ残していやーバケモン <laughs> カウンター2枚か。 もうネゲートどけ落としてますから。ね <laughs> 否認すら候補ではない,い。総員の同士カウンターカウンターか、カウンターカウンター。コラガンコマンドなんですね。もう一枚の候補が多いですね。ただここはひん、えー、っと。ディグかな。激突する石か、ディグに見えましたね。 さあここからがもうすでに無限のアドバンテージあずカンタもなりますからね <laughs> 手札がなくなることはまずないでしょう激突ですね激突を握りながらの戦いになりますおそらく村、えー、ールス出しも意識してこちらのカウンターを選択したのかなと、うん、ならず者から入ってきて手札は稲妻の一撃と魔力激突となっています うん引いたカードもとちとちこれならず者から入ってきたことによってもう丸く激突かなり安心できるカードになりましたのでそしてもうここからの動きがあまりに強いもうその気になればまたディグも打ててしまう <laughs> こうなっちゃうと楽しいですねフロンティア目いっぱい楽しんでいます木原ここからの逆転プランはうんもうマルク撃つも五で打てますしねなかなか厳しいですねお、ただメインでもう攻めることを選択しましたね さあ果敢も乗せてここはダメージ優先 <laughs> この見た目は地味ですが完全に勝機をなくしていくという動き徹底できています松本選手は一応霊基地が引ければワンチャン 先ほどのマナーの残し方ですとそれで通ってましたもんねそうですねそういうような状態が続いていますがさああずかんた4枚見て <laughs> すごいですねありとあらゆるところから <laughs> <laughs> 激突はいそして再びの稲妻の一撃ああ種の激突ですねマルク激突ではございません失礼いたしました 石の撃突ですねいやこのカードもこんだけデッキに積まれると松本選手も動きにくいったらありゃしないっすねインスタントで打ち消し以外にもたくさんのアクションありますからねーディグもあればコラガンの命令もあるわ単純にこの手札が増えるっていうアクションがもう実現できるようになってしまってからがもう 真骨頂というような形になっていますあもうここからは焦る必要ないという状況ですねもう次のターンえー盤面だけで足りてそうですからねさあでもまだ悩んでる感じですかねさあ うん何もできずちょっともう先ほどの預かタたでの宣言ですからねカウンター持ってると宣言ですからねそうですね <laughs> カウンター持ってるのがバレててそしてデッキ的にはインスタントスピードでなかなか動けるデッキではない <laughs> 一応 いろいろなカードはケアする意思は見せますがこれはどっちらだけおーこれで一旦延命はできそうですかねなんとか竹霊引き込んでいましたがただトークンも果敢ですうん さこの3点されど3点一発一発が時間を削いでいきますうーんここでも土地2本目も木原取りましたダブルマリガンからいやニッコニコ <laughs> <laughs> そりゃ楽しいこのフロンティア自分のやりたいことがまさにできているという状況です そして松本もここまでは全くいいところがないのでこのサイドボードが始まる3戦目からの巻き返し期待したいところここからですねさあいよいよ3戦目スタートですデッキが生まれ変わりましたここからが松本選手としては スタートというところですが木原選手はもう即マリガンでしたね渋いですね <laughs> <laughs> まあ相手の速度はしっかり落としつつ妨害もできるとあとはエムラクールというフィニッシャーもまあもう本当にメインボードとは違ってちょっとでも間が空いてしまうと松本さんが脅威を連打できる展開になると思うので、うん、メインボード以上にマリガンはきついですね さあ今回は土地がある厳粛も見えますねうんうんうんこれはなキープしますねいいですねかなりバランスのいい、うん、カウンターあり除去あり最初の戦術悩んでますさあ厳粛出ていますプレイヤーはカウンターを得られない そしてカウンターを置くことはできないというところありますが上の分がねこの相手にめちゃくちゃ刺さるというところが分かっています、すでにこのカードサイドボードにしっかり用意してたのはなんかさすすすがって感じはしますそうですねやっぱり礼吉とかをちゃんと見越して選択だと思いますが。うん 前回の神決定戦、まあ、第9期、神決定戦松本選手もそして対戦相手がね、松田選手、モダンシンの松田選手だったんですがどちらもエネルギーカウンターのものでしたそして最近のフロンティアのトレンドも一応は見ているというお話だったのでそこからこういったサイドボードになっているとといううことでしょうだから木原さんも、えー、松本さんもそうですけど強い人って本当にいろんなフォーマットで勝ち上がってくるんです,んすごいなと思いますね。 ななんか得て増えてがないですよね,そうですね本当にどのフォーマットも大変だと思うんですがその素の力といいますか今彼らが持っている基礎力といいますかそこがかなり高いレベルでなっているからこそだというふうにも思いますがさあ厳粛貼っていきました。このカードを どうにかできないとエネルギー関連のカード全てが腐ってしまいます特にやっぱ霊基地ですよねもう一生起動ができないさあこれはかなり効いてそうですね手札がつむじ風の巨匠を道路の召し使い <laughs> 全てエネルギーカウンター得られません このカードをやっぱり力強く3ターン目にプレイできるっていうのがちょっとデッキ相性が出てますよねそうですね今まかなり盤石でしたねカウンター除去で2ターン目をしっかり蓋できる展開だったので、うん、さあここからはクリーチャービートに行こうただ除去もしっかり持っています まスタンダードの歴士もそうだったんですけどやっぱりその普通のビートをしてもまあまあ強いっていうのが強みなるとこの後盤面をしっかりさばいていけるかそこにかかってきますねただこれちょっと土地が痛いですね赤間のあっ失礼山がありますねこれによってうんカウンターがたっぷりという状況なんですがこれまさか召使い止まらず おーっとここまで温存しておいたこれつむじ風通すために使ってきますかねつむじ風は3七2三ですがな、はい内よりはさあただこの手札見て驚愕ただここ否認を打って避妊をうん <laughs> x 医 <laughs> <X> 石の激突3否認1はあ <laughs> ものすごく激突してる <laughs> この激突さあ攻めきれないかこれどうだまあでも松本選手としては悪くないですねやっぱりもうこの状態が続けばうんえ重い強いカードはたくさん入ってるのでおこれカウントを打たせにきましたねもうただの3七2三とはいえこの状況 <laughs> バカにはできないさあきつかろうでさあここは打ち取り 変な話あと6回殴れば勝てますからね <laughs> <laughs> さあここらへんドローもフェッチとなりました土地を引いて確か松本選手意外と手応えに助球をしっかり持ってるんで木原選手もなかなか助球以外で合止めるのは難しそうですねあっとしかしディグこのディグですべてが変わる いやこのタイミングのディグ引けたの大きいですね大きいですね <laughs> 一応松本選手のデッキ青が入ってるんでカウンターを警戒しながらちょっとマナ立たせながらですかね否認が構えられれば否認構えそうですねうん、うんまあ、どこまで行くかっていうところなんですけど木原選手からえ見るとちょっと松本選手の手札がどういうラインナップか想像がつきづらいと思うので、うん、さあここは リグは取りました土地ばっかりあ、そんなことはないですねコラガンアズカンタですかねコラガンアズカンタこれでだいぶ戻せそうな雰囲気が出てきましたが、うん なんとか除去を引けたのは木原選手としてはいいですねそうですね A さんここでちょっと手が止まってるんでこれも受けてちょっと霊基地とかたっぷり引きすぎてますねもうこの霊基地をディスカードして墓地を肥やすぐらい <laughs> <laughs> 土地も置けない ここにはさすがにコラガンコマンドを打っていきそうですかねこのタイミングうん打ちますね2点ディスカードディスカードで礼 <laughs> 地捨ててもう A さんの心境としては喜んで <laughs> <laughs> いや喜んでから <laughs> いやエムラクールが軽くなるあ確かにそこのいうおーデッキトップから降ってきたそれに榴弾を浴びせかけて ささこれれは打ち消なないカードになりますただトークンを生むかどうかの検討ここはスルーしました再び榴弾ドローになりますが江村着地まではまだしばらくかかりそうですかねそうですねそんなに軽くはなってないと思うのでうんということはこのアズカンタがかなり厳しいプレッシャーになります さあそのまま引いたくく苦しいですね竹林ももはや何もしないここからバックアド地獄に突入あと1枚で預かんだひっくり返りますさあ現在墓地の枚数6枚ですねこれをトップのカードを墓地に置いた瞬間に反転とここはどうしよう落として これはもう盤石か木原選手ディグも見えましたね減縮 <laughs> があまりに刺さりすぎている有効だがほぼない松本勇樹さあまずは預かったから。 ディグもう無限のアドバンテージですね <laughs> <laughs> 止まらないこの避妊ミスでまだやるんかっていうような <laughs> そんな素振りまでそして避妊を構えながらの時を超えた探索ちょっともう圧倒的になりましたねそうですね厳粛が本当に凄まじく効いてますしもずかんだのゲームメイク力がはい ちなみに松本選手のデッキエンチャントは一切触れませんもうここからはさすがにいくら村員の同士2枚墓地にあるとしても勝ち切ることは容易でしょう コラガンの命令も <laughs> さっきまで手札1枚とかだったんですよね <laughs> <laughs> 気がつけば気がつけばこれみたいな <laughs> さあこれでコラガンの命令でソイの同士回収そして <laughs> コラガンの命令が預かんだで手も手に導かれる いやこれはもうちょっといよいよディスカードですからね次は <laughs> あの強い手札からディスカードするまでに至りましたいやもうこれ木原選手はお見事ですよねすごいですねこれは厳粛っていうカードの選択もそうですし、うん、メインボードからしっかり そのカウンター特に否認を4積んだデッキっていうのはおそらくフロンティアのこれまでの大会結果を見てきてもそんなに多くないのかなというふうに思うんですがです、ねまあ、ただフロンティアやっぱプレーン増加も含めて、えー、霊基吉プレーン増加を含めて、うん、えクリーチャーじゃないスプラー相当に強いので、うん、お見事ですねそれはもうしっかり対戦相手がどういうデッキを使ってくるかっていうのを理解した上でのカード選択ですね。そうですね ついに場に登場しますが引き裂く榴弾しかフィニッシュ手段がもうないという状況ですすで除去手段がないという状況ですまあとりあえず打ちます <laughs> まだキラー選手もちゃんと墓地の枚数、えー、種類と場の土地の数を数えてエムラクールはケアしてるので、うん、さあ体力4まで押し込んだんですがこの残り4をどうやって埋めるのかそこが本当に果てしなく遠い。 うん結構フロンティアは早いデッキも多く存在するというふうに伺ってますが、はい、それでもやはりこういう敵、ね、基地自体はかなり意識していたっていうようなお話もあったりなかったりだと思うので。 まあでもこれは相当意識されてますよねきっとコラガンの命令も強いですし、うんうん、さあまたコラガンの命令で動詞が帰ってくる <laughs> 恐ろしいですね無限循環のようにも見えますがここにジェイスがありますからね本当にもう全く息切れしない <laughs> 手札もいつの間にか否認三枚になってますからね <laughs> さあ否認3回打てる状態常に作っていますさあ江村クールは出せるのか8枚目の土地ですがなだ出ないプレーン増加がないので9コストですかね 土地クリーチャーインスタントアーティファクトだけソーサリーがあるかソーサリー脅迫がありあるんで5下がってますねということは8ですかねアーティファクトがないあー、領域書ありますね領域書1回ディスカードしてるはずなのでということはカウンターされるのが分かっているのでもうちょっとなんかしたいそれともギリギリまで待つ 脅迫があったので脅迫から一気にいきたいのかもしれませんが、うん、まあちょっともう木原選手アズカンタを循環させまくってるので隙がないですよねこれによってもう手札が無限に良くなっていくとさあここでフェッチを大胆に使い始めましたさあ3回のフェッチさあここで仕掛けますね さあどうなる9マナ確保これが最後のワンアクションになるのかさあ登場エムラクール さターンを取ることはでできそうですねとりあえずはカウンター損員の同士のトークンが出て、まあ、1ターンは稼げるが2ターン稼げる状態かどうかっていうところが現状我々の目からは分かりませんアラさんがちょっと手札にコジレックの期間、えー、とかがあるんで、うん、エンド前にターンを奪われる前に使うかどうかここで使えば。 動詞が死なないと動詞自体は多分どうやってもスタック上死ぬことはないと思うんですけどーこれはあの命令とかもちょっと使っとかないと手をされてしまうので。極力松本さんが何もできないようにした状態でターンを返したいので。 ああ避妊まで打つプランを検討してますね <laughs> これこのワンちゃんしかないですもんねそうですもんエムラクールでなんとか強引に、うん、手札を減らして まあだから木原さんの多分サイドインしてるカードの量的に一撃も抜けてそうですけどねよりクロックパーミゼントした構成に変わっているということですねさあまずはリターン さあ今呪文がえ打ち消し呪文1回唱えてるんでこれが2回目、はい、コジュレックで倒されるのが2体になりますかねただこれにうんこれは2体飛んででこれはガンコマンドまで打ち込むとさあこれで能動的な手フ、えー、カードがなくなると打ち消し呪文もうんうん 消費することができないのでさあ体力3点に調整したということはおそらくアズカンタで稲妻の一撃をめくれることはないという判断ですよね。そう,ねててそうですか今一応コジレックによってカウンターした方がよかったのかな多分。 そっちの方が <laughs> 大した違いではありませんけどコジレックに「X0」でってカウンターされましたっていうとさあまず1枚目はさあこれアズカンタの能力で落としましたう<ー>んあ,あけどこれはコラガンの命令を見つけるとライフが似てんの木原さんはそうゾーン2今アズカンタが 側にあるので、えー、裏返ったのでサーチスる。一撃もちょっとだけありますね。一撃一枚ああただ一枚しかないか。一撃を <laughs> デッキ確認して勝ち手段を探す。<笑><笑>なんということ一枚ある。たださあ墓地は結構ありそうなんで、もしかするとディグでもあとダメランもある。 <お>あ一あダメランでもいいかこれはあダメランダメかディグからダメランとかだと大丈夫はいはいあけどフェッチは今セットしたんすねもう土地からダメージを受けることはないはいなのでこれで1にして火力かとりあえずディグですかねはいはい今手歩あバニーはさ<あ>、えー、戦場の火事場が1枚でそこでダメージを食らってますねあちょっとね今ペロッとめくれちゃったんでさあこの4枚 アズカンだが火を吹くかさあ神の味噌汁一二三四おーあーでいうかと思ったが呪文貫き厳粛<く>最後の望みリリアナ土地ただこれは体力的にはもう一回 エムラクールを通したらワンチャンある <laughs> いやただ木原さんが次のターン仕留められない可能性がかなり低いですねまずアズカンタで上を見ることができるので,、はい、でその後にアズカンタを裏返ったやつでスペルを探すことができるんでライフ10点はもうかなり射程圏内もう呪文だったら何でも勝ちですね否認も受けるのでさすがにこれはありましたねリグありますねさあこれによって 木原敦樹神の座に手がさあこれ預かんとね一応ねもう最後のターンなんで <laughs> はい丁寧にプレッシャーきますね青学もしっかりやります これを否認すれば即 KO いきましたねさあ果敢が2回誘発して4333アタックによりさあ挑戦者が神の座に返り咲きました スタンダードシーン元スタンダードシーン木原敦樹フロンティアにて神に再び戻ります素晴らしいデッキ選択でございましたかなり相性良かったですねこれは最後けどあそこまでもう圧勝かに見えたんですけど、はい、ワンチャンあったんですね <laughs> あそこで。<laughs>